詐欺さ、仕事ですかこれ？詐欺の仕事？うん、してるんじゃないですか？あなたですか？いや、あなた。違います。お名前いただいていいです。私はYouTube、私さっきお名前申し上げますわ。私 YouTuber の西成浩二いますねんけども、これ今動画撮らしてもう撮るんですわ。だからどうですか？これこんなんもう有名な詐欺じゃないですか。違います。いや、あ、その仕事してないです。お酒飲んでますか？いや、飲んでないですよ。シラフですよ。だからどうバカの話してますか？誰がバカ、誰がバカ。おたこ、お名前は、あなたお名前教えてください。お名前教えてください。バカさんと言われないです。あ、はい、わかりました。これ、この電話番号も一緒に私 YouTube に上げさせていただきますね。お願いします。早く来てくださいね。はい、はい、すぐ。はい、はい。でもあなたは新人みたいですね。情報を追跡する隠し監視ソフトウェアです。あなたの、もうこれ、もしもし？はい。はい、はい、はい、また、どうしようもなかったら電話させてもらいますわ。はい。はい。これね。履歴で出します。IP 電話。今も強制的に電源落としました。はい。強制的に電源今入れました。インターネット経由でこれもっと早うから、足も動画撮っとるよかってんけど。11月の2日。午後2時17分。人をバカと呼ばわりするような Windows の本社の人がいてるでしょうが、片言の日本語で名前を聞いても教えていただけませんでした。さあ、これ今もう強制終了し、どうする、カーソルも動かへんかったでね。トロイの木馬にどうのこうのっていうウイルス。で、いつの間にか勝手に遠隔で操作されてて。で、人酔っ払いやら、これ、2万5千円の、金を振り込めって言うて、コンビニ行って2万5千円の、あ、遠隔でやられてる、これ。ほら、遠隔でやられてる。遠隔でやられてる。あ、遠隔でやられてる。強制終了。保存しない、こんなもん。あ、消された。はい、ということで、戻るボタンも何にも出てない。カーソルはなんとか動いたけど、消すこともでき、消すこともでき。結局2万5千円払えて。消すことも何もでき。はい、またこれが出ました。
もう遠隔でいじられとるでな。遠隔でいじられとるでな。どうすることもでき。これ。向こうが打ってきよったんや。向こうが打ってきよったんや。あったに来るぞ。ほんま。今自分でこれカーソル合わせて待って、はい、なんぼでも出てきよる、なんぼでも出てきよる、もうどこ押そうが何しようがもう動かへん、やられた、ほんま、腹立つなほんまに。勝手にやられてます。勝手に動かされてます。勝手に動かされてます。勝手に動かされてます。いろいろ表示、いろいろな表示させてきとったり。全部消していきます。全部消していきます。全部消していきます。そう。全部消していこうか。オーバービットも消す。よいしょ、これが出てくる。どないしたろうかな、ほんま。どないしたらええの、これ。何にもできひんとか言うとったけど。できるやん。たまに来るぞ、ほんま。これを消してファイルにしたのか、メモの終了にしたのか、まあ、一応保存しといて、消したらどうなんね。頭に来るな、ほんま。ファイル、メモの終了、保存する。保存。乗っ取られて、どうすることもできん。これしか動かへんな。ここしか動かへん。これ。カメラが動いてる。カメラが動いてる。シャッター切ってるからええけど、一回切るは時間長くなりそうやし、インターネットがどうのこうの言うとはインターネット関係あるんやな。西成工事と分かっててお前詐欺ろとしとんのかよ、いつ頭にくるな。人ばかり、呼ばわりして、
酔っ払い呼ばわりしやがって。西成5時、夕方の5時過ぎの酒は飲まんのじゃ。とアホ、頭に来るわ、ほんま。この、ここに、わしの動画、SNS で送り続けたろか。西成5時って分かって、お前、もの言うとんのかよ、こいつ。何人か知らんけど、お前。片言の日本語で。あ、ちょっと一回この時間かかりそうやから止めるわ。